さて、やってまいりました。CSR レーシング、2でございます。さて、今日なんですけれども、ステージ1をクリアしまして、ステージ2のインプレッサ WRX-STI を、持ってきたところでございます。現在ですね、こんな感じなんですけど、ですね、その前にお金を使ってちょっと評価をしたいなというところでして、ちょっとこの辺をね、ちょっと上げようかなとも思ってる。馬力かな？これ上げます。OK。これね、まだ輸入アイテムなんで、今回使うことができません。で、まあ今日なんですけど、まあアップグレードは、まあこんな感じなんですけど、チューニングですよ、チューニング。ですね、チューニングの配分がですね、今、ナイトロがこんな感じです。これですね、何もいじってないんですよね。まあ、これはですね、4までアップグレードする必要があるんで、まあ、今こんな感じ。で、これは40、55、45って感じでやっております。さて、では、クルーバトル、やっていきたいと思います。まず、シャナって倒す。あね、結構ね、硬いですね。シャナに。悪いけど、あなた誰？誰か、負け、ん？誰か、この負けにせよ、出張で。私はヘアサロン。勝手に言ってよ、お前。あんたなんかにコールフラッシュをリリースする資格があると思ってんの。結局、レースしてくれるっていうね。なんだかんだありがたい人たちですね。はい。行きたいと思います。そうなんです。今日ですね、12月31日でございます。行きます。ういっ！ナイトロー、はい。さっさと100キロぐらいまで行きたいと思います。オッケー。こっからどう伸びるか、オッケー。やばいですね。結構ですね、結構試しで走ったりはしてるんですけども、チューニングが解放されてからあまりちょっと、ね、変わってないんで。はい、できた。あら、私のビップ、もうやられたな。でも、まだ最高クラスのレーサーたちがあなたを待ち受けてるわよ。なんかちょっとさっきとなんか態度違くないですか？なんかさっきと態度違くないですか？いきます。なんかまあいいや。行こう。レースイージー。ここまで伝えるの結構大変でした。ロータセクシーし。ゴールドラッシャーズを倒せって、バカね。フィン、レースよ。私は文字よりこんなこと、をして暇じゃない。はい。シャワーゴールドラッシャーズになるぜ。さっき大会さ。だが、俺の腕はプラテル級だぜ。もう、恥ずかしくない。いきたいと思います。さっきは、最後にこうやってポンって押しちゃったから、そのせい、それのせい、それのせいということで、言いたいと思います。やっぱインプレッサだよね。ということで、ここ、あバカじゃないのもう、ほんとに。ナイトロ、やばい、これ追いつかない説ある。インプレッサ加速力だからな、いやー、追いつかないよね。そりゃ、追いつかないですよね。なんかまた言われるなんか、リスタートしよう。リスタートしよう。でも何回もね、挑戦を受けてくれるんで。完璧。ナイトロから、ギアちゃんと、パーフェクト。おい、イージー。イージーじゃなかったけどね。いや、全然負けてたけど、めっちゃお金もらえるやん。ありがとうございます。お金ありがとうね、ほんとに。はい、ゲキホー、勝ったみたいだけど、あなたの走りより私の財産の方がすごい。いや、金じゃねえよ。金じゃねえんだよ、世の中。世の中はお金だけじゃない。愛とお金が 50%、50% で均等になってる。勝ったみたいだけど、あなたの走りを私の財産の方が、ああ、それね。ん？
悪くないじゃない。悪くないじゃない。あんたの才能のあるやつに多分あるオファーを用意したの。え？町の北東まで会いに、私に会いに来て。なんかいい人っぽい人が。いい人っぽい人ってなんか。ん？レジェンド。レジェンドの世界へ。史上最大規模のアップデートを経て、世界で最も重要とされるマシンセレクションを体現できるようにしました。14台のマシンを収集、復元、そしてレースを行い、RP ボーナス伝説のマシン、マクラーレン FN。ルーマン24時間だっけ？忘れてた。ね、確かそれの車ですよね、これ。マクラーレン F1LM かな。最新、ん？完全新作のキャンペーンに新たな報酬、ストーリー、そしてリレーモード。さあ、あなたの旅を今すぐ始めましょう。待ちないでいいですか？これ？イージーのリスク。レジェンズエイオ。このレースに勝利すれば、あなたに最初の復元プロジェクトを紹介してあげるわ。なるほど。おお、すごいですね。なんか、やべえ。なんか、やべえ、古いのが。ごめんなさいね。ちょっとあんまり、外国のね、車あんまり知らなくてですね。ちょっと申し訳ないです。一応車はですね、いろいろ遊んだりして楽しんでるんですよね。いきます。オッケー、グッドス。ここナイトロ。これ2トロなのかな？いや、もう完璧な加速力ですね、これ。引き離す。うぃ。オッケー、ユーウィン、ありがとうございます。ということで、1秒はね、やりすぎよ。さすがに。2万5000もありがとうございますと。こんなに金もらえんの？やばいですね、これ、レジェンド。ナイスラブ。どうやらジェスの話より本当だったよね。ありがとうございます。ジェスってあの女の人だっけ？ちょっと覚えてないよ、もう。レース参加するよ。私の姉は数年前に知らないよ、そんなの。ああ、この人たちですね。はいはい。なんか、金髪のやべえ系の女の人じゃないか。あ、やば、押しちゃったよ。やばいよ。はい、いや、進みましょう。もうね、CSR レーシング結構ね、下積みが多かったんですよね、お金の。はい。あー、すごい。だけど、イージーだから問題ないということで。加速。うぃ。完璧でございまーす。オッケー。さらに、ゴールド50。いや、美味しすぎでしょ、これは。もうね、ゴールドどんどん貯めていきたいと思っておりますので、マッチを出る、あなたを心配する必要はない。そうよね。あ、いや、マッチ出ませんよ。だってこれゲームだから。ゲームだからマッチなんて出れない。ちょっと気違いですね。ん？何これ、そんな後で。さて。レース3。出ましょう。次、ノーマルだったら、金使う。うん。キャッシュってのこのゲーム内通貨使って、もうこの WRX 育てるから。はい。やばい、間違えたおかげで。やばい、負け、オッケー。もう間違えてさ、もう左タップしてんだよ、これ。はい、ドン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 。あ、ゼロ、ジュン、ジュン、ジュン。あ、ゼロ、ゼロ、ドン。おおおおお。なんか。部品なの、今のも。完全に金だ。ダメよ、そういうの、ほんとに。さて、レジェンド。T4 獲得しましょう。さて、あと一つね。ここで勝てば伝説のフェラーリ
わかんない。250GTO の話を少しふざけたよ、本当に。ふざけてんじゃねえぞ。っていうか、お前乗ってんだ、俺は、本当に。な。さっきも乗ってたよね。勘違いだったらすまん。ちょっと、ちょっと待って、やめて。うっそ、負けたんだけど。リスタート、そんなリスタートに決まってんだよ。リスタート、よし。パーフェクトシフト、ここでナイトロ。オッケー、ついてきてる。You win、 ありがとうございます。ということで、うえぇ、フラーリ発注。これすぐにもらえるのかな。これレジェンド、いいです。あと約束約束で、そのフェラーリをスタジオに持って帰るなんてどうですか。太っ腹すぎか。ここタップしてスタジオに向かう、どういうこと、ね、よくわかってないです。ごめんなさいね。もうちょっと調べる。なんかリアル。写真撮っちゃおう。なんだ今の。あ、やべ、ツイートとかいろいろできちゃって。おっとおっとおっと、おお、奥に F1LM あるやん。えぐ、いや、イケメンだろ。スタジオ横と、このスタジオはマシンの復元に特化してるの。フェラーリをここに持っていきましょう。仕事に取り掛かるわよ。いや、かっこいいな、マジで。で、さっきのなんかお金的なのを、いや、さっきまでそんなボロくなかったよ。いや、そんなボロくないやん。はい。さて、やっていきましょうか、レジェンド。はい。これを、パーツの復元。私のチームがレジェンズマシンを、新品の状態に復元するには、部品が必要なの。そのリムからやっていきましょう。復元。無料、あ、お金かかんない。うわ、全然やん。銀はいい感じで、ね、マシンですよ、ね、もっと部品入れるわ。銀はいい感じ。あ、なるほどね、出ればいいな。なんか永遠に同じことある。レジェンド。これもっとやっていきましょう。部品をもっと集めるの、そしたら私がフェラーリの部品を元に戻したって。待って。復元ラッシュ。うわ、なんかいっぱい。なんかいっぱいあるな。なんか、やばくないか、これは。まあ、戻すためにね、ちょっといろいろやっていきましょう。まあ、まだいい日なんで、ちょっとノーマルになったらパワーをちょっと上げていきます。部品、レースに勝てば、なんかペイント的なね、なんか金がもらえるらしい。いや、随分ざっくりした説明ですね。やっていきましょう。どんどんやっていくよ。今日は、もう長くなっても俺知らないから。うん。後の自分が何とかしてくれます。編集だるいだろうけど。うわ、走れるじゃん。うおっせ、こいつ遅えぞ。うぅ、3速。4速。あ。あざまっす。これ2分なんか食べんじゃないこれ。1000コインかな。1000コイン。ありがとうございます。フェラーリ似合ってんの。これさ、俺年取ってるって言ってんじゃないの。違う、うん、部品は十分にあるし、フェラーリの部品は、
フェイント？なるほど。なるほどね。結構あるね。じゃあ、フェイントやっていきます。ちょうどですね。カット。はい、できたっぽいです。ちょっと今止まっちゃってるんですけど、おーっと銀色。中も綺麗にするみたいですね。後ろも綺麗にするみたい。なるほどね。今 18% なんで、まあ、引き続きやっていきます。さっさとレースにね、出ていきたいと思います。次回のレジェンズマシーンかな、これ次もね。いきます。うわ、ボディ綺麗。ボディ綺麗すぎ。パーフェクトシフトで遅れるだと。はい。早い。やばい。早すぎる。すげえな、こいつ。よく巻き返せんすね、これ。オッケー。なんか、ユニアアイテムって何？わお、お金。さすがにこんなお金は払えない。おっと、これね。開けます。あざまーす。こんなにもらえんだっけ？確か 4個だっけ？ 3 か。VRT 報酬。わお。なんか、ありがとうね。さて。なんとかバイチャンスとかいうのがあるんだ。これなんなのこれ。ラッキー限定車。ちょっとよくわかんないんだよね。ごめんね。まあいい。また今度にしよう。今度にします。はい。なんか10倍。え？どういうことこれ。今何解きますか。コメントでね、ちょっと教えていただけるところちょっと教えていただきたいなと思いますが、これに金使うかな。ニトロだね。ニトロ何レベルで解放されるのか。え、これ、プラスとかないの？ああ、そういう感じね。さて。どうす？あばばばばば、ちょっと、カットします。はい、一通りですね、車強化していきましたので、やっていきますよ。OK、ここ。やっぱニトロないとね、やっぱニトロ強えわ。やっぱニトロね、レベル1あるだけでも、本当に心強いから、あれだけね、あれだけ有利って感じ、本当に。あざます。アザマス、ゼロ。はい、1000コインですので、ありがとうございます。ランク13、そうなんですよ。ここで来るのにね、ランク10、わお、かけ20。というわけで、やっていきましょう。アップ
スグレードもね、ちょっとね、上げたいのがありまして、ボディのレベル1。これですね。とりあえずボディは上げといた方がいいかなということで。無限ラッシュ。根気よく頑張るのよ。フェラーリを復元してチューニングをできるようになるまで、私たちのチューン、うわ、まだ部品が必要なんだ。なるほどね。ゲームアットマーク JPN。ね、入ってください。入ってください。うん、入っていただけたら嬉しいですね。私はですね、主に NFSNL というね、Need for Speed No Limit というゲームで、発信してるんですけどね。CSR レースについてね、まさかNo Limitのね、話をするとは思いませんでしたが、ここ。よいしょ、はい、ちょっと待って、たびたびカットが来ちゃってます。重い、たびたびちょっとカットが来ちゃって申し訳ないんですが、ちょっと寝る来てるんだな。あざます。わ、ちょっとやばいね。全部モザイクでいいや。全部モザイクでいい。期待してた通りね。覚えておいて、チューニングしたいなら、まずは、このマシン完全に復元するのよ。すごいね、今。フォローゲームでサイズ作ったの。リジェンスのマシン。マップ開いて確認するのよ。うわ、なんか来た。GTO しか聞けなくないか。なるほどね。勝ちまくればいいってことだ。なるほど。全部受け取る。この辺なんか全部、ちょっとよくわかんないけど受け取る。受け取っちゃう。ゴールド10ありがとう。このプレゼント何なの？これちょっとやるか。これもやんなきゃいけないのか。ちょっとね、レジェンズマシーン。ちょっと次回お預けかな、それか。これをやって、レジェンズマシーンの方を、ちゃっちゃと片付けるかな。これ実質そのなんか、こんな手が入ったんだよ。マクラーレン F1LM。これ絶対解放したいよな。アンプが集めてるレジェンズマシンリッチを作ったわ。すべて復元できたら。なんか先長え。先長すぎてか、 F1LM かっこよすぎだろ。あー、マジで。え、ホンダ NSX じゃねこれ。え、 NSX じゃん。CCX じゃないんだよ。今の CCX じゃないの？まあ、てか XJ だよね。どけこれ。どこね、X7 って言ったらさ。してないんだけど、なんかね。今、これね。これで買えんのこれ。これ、紙食うの？紙食うのか。なるほどね。最後は、XJ220 ってことか。なるほどね。なん
かさ、なんかピーツ全部ボロシャじゃね、なんか見る限り、まあ、こんな感じなので、まあ、ちょっとずつ ねやっていきたいと思っております。まだですね、イージーモードでガツガツ進められているので、まあ、そこまではちょっとね、ガツガツやっていきたいなと思っております。では、次回もね、ご視聴いただければ嬉しいです。あとですね、ライブレースがですね、あと15分の13なんですね。なので、これさっさとですね、出ようかなと思っております。はい、では、これもね、15分の13まで進めておいたんで、15分の15まで進めたら何が起きるのか、まあ、やっていきたいと思います。では、グッバイ、バイバイ、バイバイ。Bye.